から 10, 時で10あでもなこれが一番いいかもしんないあレモン丼飲んでるんだレモンサワーあコーラ飲んでるんだゼロカロリーのコーラ竹井はねお酢が好きなんだおお9644ポイントあとちょっとだあとちょっとだあとちょっとだ,とっとだついについに どんどんつい近づいてきたよ今私しか配信してないのかなもしかしたらピピさんレベオ目ナイスレベオ目ですライブに行きたいです切実だな <laughs> 切実だねそれはもう次のライブは一番近いライブはいつなんだいもう取ってあるチケットまだ こんばんは。りょうたくんが小判を送ってくれてるよ。ありがとう。ありがとう。ナイス小判。りょうたくんレベル上がってるよ。ナイスレベルめアイドルさんなのかなどうなんだろう。何をされてる方までかはちょっと竹井もね、詳しくわかんないんだけど。 あ、森に来るんだ。4、号話で間に合うのカツさん、ありがとう。ナイスハート。桃もも。<laughs> ありがとうございます。ナイスハートです。あ、カツさん、レベル目。ナイス。初めてレベル上げてくれてるって。11レベルに。<laughs> ありがとう。ナイスハートです。めちゃくちゃナイスよ。 ありがとうカツさんレベオメー途中参加もしくは間に合わずあらえっ開演前に着けば奇跡えー、でもせっかく行くならね最初から見たいよねわー道とか混んでないといいね無事にたどり着いたらがっつりやがった <laughs> ありがとうナイスだよナイスだよ 今44人だってこれなんて言うんだファンファンって書いてるから44人だって目がめっちゃ乾くね <laughs> 目がカスカスだ今ねラムちゃんお掃除されてるお部屋 ラムちゃんラムちゃん宅を今ライちゃんがお掃除してる大掃除中お掃除中,掃除中あそうなんだあまた来てくれるんだた <laughs> だもうそこで行けばいいもんねダメージは少ないんか札幌なんだ来週は旭川に来てくれるの名前も変えれるのここそうなの 西,西さんじゃないごめんスイカさんかなありがとうございますスイカさん合ってる読み方ありがとうありがとうカップケーキとショートケーキありがとうございますスイカさんで合ってるかな青いスイカさん合ってる読み方違うかなもし読み方違ったら教えてくださいありがとうございます 先日模様替え、今日も模様替えしてたよ。毎日模様替えしてる。あ、そうなんだ。北海道内回るんだ。へえ、すごい。こんばんは。広そう。すごい広いからなんか、いろんなとこもありそうだね。あと3600ポイントだ。2位まで。近づいてきた。合ってるおお、私ね、漢字びっくりするぐらい読めないからさ。 <laughs> 奇跡かもしれない今の正解結構本当に奇跡だよえ冬自宅中 <laughs> こたつとか出して出してきたらどうしようどこに直してたのラムちゃん <laughs> 電気毛布とか出してきたらどうしよう <laughs> どこ直してたんって言わなあかんよ冬自宅いやでもねもう去年のねあのきっと 汚ねえからさ去年の布団がラムちゃんの <laughs> 汚ねえんだほんと汚ねえ布団ねポぽいしちゃったからまた新たに制作しないといけないんだよねあ着替えてくれたナイス <laughs> 可愛いでしょラムちゃんのアバターこれモルモットのアバターなのよあみんなお星さんもぴょんぴょんしてくれてるありがとう あ、ままたなっちゃった。シュってなっちゃった。<laughs> シュってなっちゃうからね。間違えてシュってやっちゃうから、もう初めまして。シュってやったらもう一回始めましたからね。炊、はいて決まった。次また22時から同じ同じ感じで行くよ。今日と同じタイミングになります。ちょっと間の時間めちゃくちゃ呆れてるわけじゃないからね。ちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとあのご事情がございまして、ちょっと。 うまくね、間はけれないんだけど、申し訳ない。こたつにこもったら出てこないだろうね、ラムちゃん。<laughs> 好きそうだもん。あの、あったかいところ大好きだから、ラムちゃん。てっちゃん、ありがとうナイスブドウですありがとうございます。ピオーネ <laughs> ピオネありがとうございます。おお、西、西スイカさんじゃないよ。青いスイカさん、さっきからね、なんか、スイカの。 西の部分だだけ読んんじゃうんだよねスイカさんありがとうモンブランナイスモンブランありがとうございます亮太くんハンバーグシュークリームありがとうございますナイスあそうなんだ真っ白は確かに珍しいかもしんないこたつはよろしくないんじゃないかな噛んじゃったら線噛むからさその多分。 電気系は多分ダメな気がする。電気、ぬいぐるみ系はボロボロにされると思ってる。でもね、ぬいぐるみに寄り添ってたらね、可愛いだろうなーって思うから、あの、ぬいぐるみとかね、一緒に寝させてあげたいんだけどさ、絶対ボロボロにするのがもうわかる。下手すぎた。下手がダメなんだ。下手不正事になるんだ。 下手伏せ字になっちゃう <laughs> なんか伏せ字の基準むずいよねこれ伏せ字基準がなかなか難しいとあと3,000お近づいてきてるどんどん1位の人は どれれぐらい離れてるんだろう。ああそれはなかったねあのー、なんだろう寝床とかはね普通の床なのあのー、何もないところが好きなんだよねラムちゃんはあのー、逆にない方がいいというかだから何もないところで寝てるんですよねうんーカチさんありがとうナイス流れ星 ありがとうございます。ナイスシューティングスター。ありがとう。ナイテムです。めっちゃ送ってくれてる。ありがとう。めちゃくちゃナイスです。ありがとうございます。ナイス流れ星。流れている。さらっとくだらないこと言うのやめた方がいいよね。さらだけに。うん。謝るの早いのは素晴らしいことだと思う <laughs>。誰にでもね、間違いや失敗はあるから。謝るの早いのは素晴らしいことだと思う。 誰にでも間違いはあるから大丈夫りょうたく君 <laughs> 大丈夫大丈夫謝るの早いのはいいことよ本当あ反省はしない <laughs> 謝罪はするけど反省はしないスタイルなんだいいよいいよまあ口だけでも言っといたら言っといたらいいよ言っといたらいい ああ、森、くっそ、森森はないな。もうほんと普通のあの床で寝てるね、ラム様は。さっきさ、寝てたんだけどさ、足上げて寝てたよ。え、2位嘘私んとこ出てこないよ。嘘 ?2 位の出てる出てこないんだけど、本当にあの、来てないんだけど。来たトップ2出せ来た今来た、今来た時差攻撃だった来たー !2 位だよ、みんな 2位だようわ,うわなかなか遠かったうわ遠いな <laughs> 1位遠いなおおなんかちっちゃい声出ちゃったおおまたお強いルームの方に出会ってしまった。 <laughs> とりあえずあの西矢さんは周りにある土を掘るとこからお願いしていいでもまあ諦めずに行こう地道にコツコツ頑張っていきたいいやどこそこどれぐらいの距離かわからんよその距離感は武井には分からんのよ誰や住所バラしたの自分や自ら言ってんね自ら言いに行っちゃってるから 3 5 0キロか遠いな <laughs> それもどれぐらいなんだろう東京大阪間ってどれぐらいなんだろうねあんまりね北海道のどこどこからどこどこはもうなんか広すぎてさあんま見当つかないんだよね北海道の真ん中から一番までに上まで2 0 0キロぐらいえー、めっちゃ遠いじゃん 東京大阪間だとどれぐらいなんだろうどれぐらいの距離感になるんだろうそこまでと遠いか <laughs> キロで言うとそこまで遠くないのかなと思ったけどいや遠いよな遠いよな絶対遠いなって思った今のりのさんレベおめーナイスレベおめですいや遠いんだろうなって今思ってなんか 6 0 0ロか6 0 0ロかじゃあ全然3 5 0キロの日じゃない名古屋ぐらいもうちょっと行く名古屋は超える <laughs> 大,大阪から名古屋は超える可能性があるねやばいポテチ食べなきゃったらよかったこれ多分夜中眠くなるやつだ 一回寝ようかな一回2時まで寝寝て起きれなかった時怖いね起きとく <laughs> 起きとくこんばんは寝て起きれなかったら怖いわ皆さんこんばんはあの昨日2時はやってない 昨日はね1時半に終わった0時から1時半まで配信してたいやポテチ食べなかったらよかったあの満腹でさだいぶ今目の下があのピリピリしてきてるあ次回以後気をつけます <laughs> ポテチには気をつけろっていう深夜配信する時はもうねポテチには気をつけろって 言ってやりたいねになるほど途中で寝てたいやあの静かになったなって思ってたよあれおとなしくなってんなと思ったからもう寝たんだろうなって思ったよ <laughs> りょうたくん寝たなって大丈夫気づいてたよ心配しないでちゃんとバレてる <laughs> しっかりバレてるよライがまたくしゃみしてる <laughs> 聞こえた 種集め何の星 <laughs> ありがとう来てくれてお邪魔してくれてありがとうございますもともとバレて草だいたいもう,もうあ絶対そうだと思った寝てんなと思ったよ雷ちゃん雷ちゃんあれだよあのラムちゃんの今掃除してるからくしゃみするんです。 間違えた今種集めてて <laughs> ごめんなさい <laughs> そか種集めてんのか何の種だろう <laughs> 今1位の方配信中なのかな 千 10, 10万だって10万ポイント20万ポイントさっき18万ポイントだったの20万ポイントになってる今配信中なんだろうねこれはお疲れ様です <laughs> こんにちは種っていうのがあるんだ私種知らなかったショールーム ね今配信してらっしゃるね昨日途中で眠くなっちゃったんだ朝早かった朝早いって言ってなかった今日こんばんはあもう寝落ちとかじゃなくてもしっかりもう寝るぞっていう <laughs> しっかり寝るの意思を持って寝てたんだねまあでもなんかアラームセットした方がいいもう明日だって寝坊する方が一番よろしくないからねお仕事行くのに。 寝坊するのが一番よろしくないと思うからしっかりアラームして寝て <laughs> アラームしっかりセットしてそれ以外があそうなんだ知らなかったあほんのりのぞい <laughs> ほんのりのぞいてみたそうだよねだってポイント差が出てきてるもんそりゃあそうだわ みんながぴょんぴょこお星投げてくれてるありがとうナイスお星様ありがとうございます勝さんショートケーキ送ってくれてるよありがとうナイスショートケーキありがとうなんかお腹いっぱいなのになんかまだ甘いものならいける気がするわい <laughs> ける気がするわいいなショートケーキ食べたいなこんだけ なんか断面にいちご入ってるショートケーキだったら美味しいだろうね。りょうたくんありがとう流れ星ナイス流れ星ありがとうイベント成功しますようにっても願っとくわ。勝さんレベオめナイスレベオめですありがとういちごのショートケーキを食べたの。 眠くなるよ、ね、甘いもの食べたら食べちゃダメ。もうこれ以上食べない。もうちゃんと歯磨きしたもん。歯磨きした食べない意思は持ってる。羊さん羊さんだったの私羊さんって呼んでたよね。羊さん。<laughs> ごめん。羊さんじゃん。ずっと羊さんって呼んでたよ。羊さんじゃん。ありがとうナイスハートです。ありがとう。いっぱいハート送ってくださってる。ありがとうございます。 執事さんだねごめんねずっと羊さんって呼んでたね私ありうりやべり今そかにナイス今そかりだったわ今のはもう一度歯磨きするわいやめんどくさいめんどくさいもう食べないよ食べさせようとしてくるなもうお腹いっぱいだから食べないわよカリさんありがとうナイスハートですありがとうございますイェイジャスト ティース、あ、違う。<laughs> ありがとう、ナイスハートです。ありがとうございます。あ、めっちゃハート送ってくださってる。ありがとうございます。ナイスハートです。ありがとう、かりさーん。え、甘いものは別腹とかじゃないよ。甘いものは。もう。腹に入らんと思ってる。<laughs> 腹に入ってないと思ってるあの口だけで楽しんでる感じがするちょっと意味が分かんないねお腹いっぱいにならないってことあ甘いものはお腹いっぱいにならないっていう意味本当に入ってきたって思ってる毎回ありがとうカリさんナイスハートですありがとうございますめっちゃハート送ってくださってるありがとうございますナイスハートですもうめちゃくちゃだってもう壇上がピンクになってるもん ありがとうございますナイスハートですめっちゃ送ってくれてるハートありがとうナイスハートですあ、めっちゃ送ってくれてるよ ありがとうございますナイスハートですありがとうどんなんだろうポイントがまだ反映されてないのか今ずっとやっぱ深夜だとあんまり来てもらいづらいのかなこの時間の夕方も大概だなってちょっと思ってたけど夕方というか 7時,7時台もあれかなと思ったけどどうなんだろう500も送ってくださってるよありがとうナイスハートですありがとうございますお強い枠の方なのかなやっぱり1位の方2時とかそうだよねどうしよう 本当にどうしようなんだよねそこが。土日宿のね動向が私もまだね見れてないからちょっとだけあれさせてほしい <laughs> ちょっとだけ待ってもしできそうだったら土日は夕方は平日夕方できるからさ平日は夕方やるっていうことでちょっと土日の。 土日祝がどんな感じなのかちょっと明日ちゃんと探るわ <laughs> 探りを入れるわ武井も深夜は配信してるルームが少ないんだへえー、深夜こそ多そうな感じするけどね配信ってだってポコちゃんの時とかめっちゃ多かったもん深夜配信の方がもはや深夜枠の人の方が多い感じはしたよね 朝、朝とか深夜とかが多いイメージだから配信って結構深夜なんだと思ってた。りょうたくん、タソだよ。<laughs> お呼び立てです。昨日ね、タソ最近来てるって言われてたよ。小欄は少ないんだ。へえ。ー。そうなんだ。タソが来てくれたよ。 ちょっと最近サボってたんじゃない多層を。もうアミットはそうちょっと最近サボりだったでしょ。健全な <laughs> あれなのかな時間が決まってる人が多いとか、そういうわけではないか。なんでなんだろうね。深夜の方が結構なんか多いイメージなんだったんだけどね。そういう違いがあるのかな でも逆にみんながやってなかったら来てもらえるとかないかな多分ねあたそうのりのさんもいてくれてるよのりのさんもいてくれてるよ気持ちだけ来てるのそれ来てないよねそれってあなたの感想ですよねって言いたくなっちゃった今さらゆきが出てきちゃう 心の中の更雪が出てきちゃったあーそれもあるかもしんないね48グループが0時までだからっていうのも大きいね <laughs> あれでしょ他祖のさ生誕祭の手紙のりのさんが書いたんでしょ武井知ってるよ。ロンパ 論破できる感じじゃなくなくいおバカ丸出しだよ武井 <laughs> ユキ弱そうだなリスナーさんも寝ちゃうのか起きて起きて起きて <laughs> どうだろう一回やってみて考えようかでもう一個の30分枠もし2時の枠が全然ちょっと本当に人が来てもらえ人に来てもらえないなってのがあったらちょっと考えます <laughs> ちょっと考えます かつさんありがとうナイスハートもしかしたらあの奇跡もあるかもしれないから奇跡奇跡があるかもしれないから一回やってみようなんかデータとかあるんですか、うん、それしか言わないそれってあなたの感想なのかデータなのかしか言わないよ <laughs> ありがとうかつさんいっぱいハート送ってくれてるナイス 雪絶対に弱い20時から23時がメインなのか,そっか <laughs> 心の底からのスッカーが出ちゃったありがとうカチさんナイスハートですありがとうはいか家で答えてくださいは使いやすい <laughs> はいか家で答えてください あのポテトチップスってこう見えてじゃがいもなんですよね薄くスライスしているんですあのこれはねデータが出てて <laughs> そういうデータが出てるんですよねあの薄くスライスして揚げてるんですよねありがとうカツさんありがとうナイスハートですこういうことしか言えないありがとうございますナイスハートですありがとうカツさんじゃあちょっと一旦ランキングを読ませていただいてもよろしいでしょうか <laughs> ちょっとね30分だったら本当にあ,あっという間なんですけどありがとう勝さんいっぱいハート送ってくれてるありがとう一方で申し訳ないいやいやこちらこそあのねみんながね応援してくれてるのに武井がね配信枠を空ける時間帯も悪いよねこれはそれちょっとあの武井にも問題がめちゃくちゃあるんだよね本当に申し訳ないもう10月の頭まで え、今来たのにやんだ高い。高いしないで。あのー、2時からもう一回やるから。<laughs> 2時から来て。お願い。もう終わりなのよ。30分なのよ。今回。ああ、ありがとう。めっちゃハート送ってくれてるよ、勝さん。ありがとう。ありがとうございます。でもね、まだ、まだもうイベントは始まったところだから。まだまだ戦えると竹井は思ってるから。頑張っていけたらいいなと思います。えっ、ー、と、この後は。 深夜2時から配信するのでよかったら起きてるよって方はぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。寝てるよね。<laughs> そうだよね。ちょっと時間帯考えるわ。一旦ランキングの方を読ませていただきます。13位、マモリンさんです。ありがとうございました。12位、サカっチさんです。ありがとうございました。11位、ひとヨさんです。ありがとうございました。 10位、のりなさんです。ありがとうございました。9位、ピピさんです。ありがとうございました。8位、鹿と並んで、ハイさんです。ありがとうございました。七位、ナンバーイのセレビーさんです。ありがとうございました。6位、アオイスイカさんです。ありがとうございました。5位羊、ヒツジさんです。ありがとうございました。 4位、りょうたくんです。ありがとうございました。3位、かりさんです。ありがとうございました。2位、さんです。ありがとうございました。そして、1位はてっちゃんです。ありがとうございました。86さん、ありがとう、ペンライト。ナイスペンライトです。ありがとうございます。 みんなねちょっと今日深夜夜遅くなのにね本当に来ていただきありがとうございましたこの後はね2時から配信するのでよかったら遊びに来ていただけると嬉しいでございますではではありがとうございましたまた後でねありがとうございました縮めたいね <laughs> 位置がちょっと遠いから ああ明日お休みなのか祝日だもんねそっかそっかそっかありがとう遅いけど来てくれてこの時間ちょっとなんとかさこの時間でも絶対人少ないと思うよねだからなんとかちょっとこれはなんとかせねばなとかあるよねなんとか時間帯をさ考えないといけないねもうちょっとなんか朝とかの方がいいのかな でも一番可愛い本当 <laughs> 本当あ星あれこれお願いしますポイント差23万ポイントあるからね結構差があるんだよねなんとかちょっとでも縮めたいイベントのんとか1位目指して頑張りたいガチガチのイベントかって言われたらあのー、そうでもないんだけどあのー、めっちゃガチイベではないんだけどまあずっと ずっと基本ガチだね基本ずっとガチ参加してる <laughs> めちゃめちゃガチガチかって言われたらうーんあとうーんなんか答えづらいところではあるよねでもガチ参加はしてるよ本気で参加はしてますのでしっかり2時でも配信していきますこんばんは朝えそれがねまだ分かんないの明日見てみないとその音,楽音の都合があるからさ分かんないんだよね こんばんは。ガチがぐらい。ガチがぐらい、うん、ガチガチ、まあ、ではいかない、ガチがぐらい。こんばんは。皆様、こんばんは。 高のりんごなかったのかな一応見ようあるじゃん <laughs> あったわごめんオッケーあのって思うじゃんでもね今までの配信ずっとね夜中にしてた人なんだよね武井。 朝方じゃないんだ私結婚するのちえくんえー、誰と誰と誰とっても知らないかえおめでとう結婚するんだえどんな人奥さん私 <laughs> 衝撃の事実びっくりびっくり初耳なんだが 時間帯はちょっとわかんないない休みの日って何時からそのねあの私,がでも私も夜型っていうのもあるんだけどそれ以上にあれなんだよねその休みの日がどうかっていう休みの日にどの時間にその音が流れるかっていうのが一番だからそこなんだよねちょっと。そこが 問題だからちょっとそこわせにはなっちゃうんだけどちょっと何時からやるか見てもらう見てみるね明日だから今日はどうしても無理なの明日がどんな時間から始まるかっていうのを見ないといけないからあら起きてくれてたのナイスタックんありがとうおはよう浜野さんありがとうハンバーグナイスシュークリームありがとう でもみんなね夜遅くにもかかわらずだけど来てくれてありがとうめっちゃ頼もしいありがとうね頑張って起きてくれてたよねみんな星投げたら寝るわありがとうめっちゃナイスそれは星投げてくれんのめちゃくちゃナイス今日めちゃくちゃプラス日だよ今日絶賛イベント中だからめちゃくちゃのプラス日だよ あ羊さんあれ羊さんになってるやっぱさっき羊さんになってたよねやっぱ羊さんだよねだよね <laughs> ありがとうナイス流れ星ありがとうございます羊さんと羊さんで変わる瞬間は何だったんだ <laughs> あふうみこ起きてたふうみこも起きてくれてた。みんな起きてくれてる。ありがとう。みんな起きてくれてるじゃないか。 優しさにタケイはちょっと泣きそうだよありがとうみんな起きてくれてて浜野さんありがとう流れ星ナイス流れ星ですありがとうございます二個も食べたの <laughs> 甘いやろ甘いの二個はちょっと気持ち悪くなっちゃいそうだねそれは 眠すぎるおくやでちょっと無理ないそれゴロに無理を感じたね今ゴロがちょっと無理を感じた瞬間やったそうよねこの時間は眠いよねあと22万7438ポイントそれで寝つけなくてあ寝れなかったんだ気持ち悪くなっちゃったんだ たに言われたくないお腹すいたけいさらちゃんのほうがまだまだごろい,いで <laughs> まだごろい,いでどうしたらいいんだろう気持ち悪い時気分悪い時どうしたら寝れるんだろうねうんなんか対処法ありますお水いっぱい飲むとか飲んだら余計気持ち悪くなるか ワイナハマノンさんがショールームになってからコメントしてくれないのよ。ハマノンさんホトさんのハマノンさんホトさんのハマノンさん。ぜひコメントしてね。今1位の壇上にいるから。明日お仕事何時から朝何時起きやえ、知ってたよ。お腹すいたけいさるちゃんボットって誰誰あれ。 あれんなん <laughs> あれたっくいやキラ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 させるのはちょっとしんどいと思うよあの気持ち悪い余計気持ち悪くなんない鼻とかに入ったら「うえ?」ってなるじゃんキラキラで止めてくれてたのに「うえ?」って言っちゃったいいよほっこり <laughs> ほっこりの会話見れて嬉しいだけ深夜2時だけど深夜2時にこの会話見れるのいいね 8時起きか早いな8時は早いわせやかてたきいぼとえこれ全部なの <laughs> 全部たたくんなんいまだに動いてないボットあのボットはなんで動いてるのツイートしてるわけじゃなく自動ツイートみたいな感じなの定期的に動いてる気がするあれ エゴサーチした時になんか出てくるんだよねさらちゃんは何時に起きよう <laughs> 何時に起きようあら,あらあらあらお腹冷やさないようにするんだよお腹痛くないか大丈夫かこんばんはお腹冷やさんようにするんやで あたっくんレベル上がってるよ。ナイスレベルおめえ。え、エゴサね。最近してないの、ずっと。ここ、ここ1ヶ月、2ヶ月、嘘そ、うでもないね。もっとしてないわ。ずっとしてないんだけど。<laughs> 1ヶ月、2ヶ月じゃ済まない。もっとしてないんだけど。あの、ちょくちょく見かけるんだよね。あのボット。たまーにね、そんなガチガチにエゴサしないの。たまーにフラート、竹皿で検索したらさ。 たまに出てくるからさ。でも本当に全然しなくなった。現役時代はめちゃくちゃしてた。あ、ボックス取れたよかった。気持ち悪い方がただ勝っちゃってるのか。どうしたらいいんだろうお水飲んだら余計気持ち悪いのかな。いや、やったりやらなかったと。昔は結構ね、しないと言いつつしてた。今本当に全然し、あんましなくなった。なんか、あのー、 うーんなんかさしていいこと書いてることもあるけど良くないよろしくないこと書いてあることも多いじゃんもうだからしたりしなかっただりだったね昔は何だろうでもキャプ画とか見たかったの公演のねキャプ画とか見たかったからそれで誤差とかはしてたな だってあのスクショを載せてくださってた方とか結構いたじゃないですかそれが見たくてっていうのもあったあのちょっとなんか漏れてるやつとかは保存してまだ持ってる <laughs> まだ画像持ってるツイートしてるのあれは自動ツイートなんだと思ってたボットだからツイートをしてたのマジ え、全部い,いちいち押さないといけなかったのあれって。今日も漏れてる今日いつもよりだってちゃんとメイクしたもん。イベントがさ、この韓国アパレルショップのイベントだから気合い入れたよ、ちゃんと。 手動ないあ動いてないんやじゃあ最後に見たのだいぶ前 <laughs> だいぶ前の私は今だと勘違いしてんのかごめん, <laughs> ごめんごめんごめん俺かどうかを答えてくれないんだ竹雄も配信終わったらお風呂だよ一旦お風呂だよ手動でボットなんかやる人なんているのかいた <laughs> いたよ今 <laughs> 今いるよ <laughs> あおやすみありがとうねちゅうくんおやすみやで韓国ファッションの申し子になれるように頑張りたい <laughs> 頑張りたいねあお先に湯上がり美人だったんだやっぱ綺麗な人通ったと思ったら。 わかるこの時間のお風呂が一番ちょっとだるいまでもあるよね <laughs> この時間のお風呂はちょっとめんどくさいよねわかるあおはよう寝てた <laughs> 起きてくれたのありがとうつかさんおはようあ <laughs> <laughs> 私まだ使ってないよまだ大事に飾ってるからねあれ。 バソルト永遠に飾ってるから朝風呂派なんだ私はあの寝る前に入りたいお風呂に入りたい絶対寝ちゃうやりそうな人し想像したら大体絞れるやろたっくん <laughs> いやたっくんが出てきた さっきあれだよ、マミタソ来てくれてたよ。おつかさんありがとう、ハート。ナイスハートです。ありがとう。入るとは言ってない。お風呂には絶対入りたい。あ、でもね、メイクするの遅かったよ。あの、遅くしてる。<laughs> 遅くしたよハマノンさんがケーキくだすったほとさんのハマノンさんが <laughs> ほとさんのハマノンさんらしいからねありがとうナイスショートケーキありがとうございます2周っぽいこともしてくれたんだありがとうナイス2周ちょっとずつだけどね1位との差が縮まっていったらいいな この時間のメイクはでも確かにちょっとなんかコンタクトがしんどいかもなんかメイク肌とかはそんな何もあんま思わなかったんだけどコンタクトが乾くね <laughs> 乾いてきちゃうね終わったらすぐ取るよあらでも朝お風呂入るの心配にならないあの 遅れたらどどうううしよっっていうあそっちなんだけどあの心配ってなん,かあのなんか肌のこととか何も考えてないんだけどあのー、なんかお風呂入ってる時間がさ何分で出れるだろうっていう時間計算が苦手だからさそのイレギュラーちょっと怖いんだよね朝入らないといけないのイレギュラーちょっと怖いあほんとボックス回収してくれたあったんだよかったありがとう来てくれておやすみありがとうやで 早風呂身についた <laughs> もう、シャワーパーッと浴びて出る。これリルムーンじゃないの今日はね、ディファイン <laughs>。ディファインサララン。今日ディファインサラランなんですよね。おいハートもしてくれる <laughs> こんばんは。 今日何日ですか23日もう2日目か早いね1か月があっという間に過ぎることへの恐ろしさも感じています今えー、2週間毎日寝落ちしてえどこで寝てんのそういう時ソファーとか ベースカーブって何ここ,ここの話えわ分かんない私そんな気にしてなかった <laughs> 全然気にしなかったそう怪しい何も気にせずつけてたねなんかつけ心地がさゴロゴロしないなーって思って私はディファインなんかたまにさすごいゴロゴロするコンタクトってあるじゃないですか 全然その感じはしないからつけてて楽だなーと思ってたのーりのさんがとんでもなくいっぱいハート送ってくださってるよのりのさーん <laughs> のりのさんがハートパーティーしてくれてるよ待って待って待って目にも止まらぬ速さでとんでもない量の目にも止まらぬ速さでええー、<laughs> ちょっと待ってちょっと待って。 ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。事件、事件、事件、事件。レベル、レベオ目ちょっと待って、事件。ちょっと待って。みんな事件だ。ちょっと待って。大事件並みだよ、今のは。すごい量のハートを送ってくださってる。びっくりした、びっくりした。えー、ありがとう。びっくり。一気に、一気に10レベに上がったよ。ありがとう。あ、他の、 コンタクトに比べて緩いんだカーブが全然分かんなかったあのうんあつけ心地楽だなーと思ってつけてたえー、すごい量のハートありがとうのりのさん事件だよほんとなな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 ーなないやほんと大事件だよあ新潟県 のりのさん新潟県だから <laughs> そっかそっか明日から新潟県なのかありがとう <laughs> 新潟県の合間にでも来れそうな時あったら是非また遊びに来て <laughs> そっかそっか浜野さんありがとうカップケーキナイスカップケーキあレビューおめでえさ浜野さんモンブランもくだすってるありがとうございますナイスモンブラン これかわいいよね。なんでスイーツなんだろうね。ハロウィンか。ハロウィンっぽくない違うのかなこれハロウィンだからスイーツなのかなって思ってたけど。これなんだろうねこれ <laughs>。これなん、これ一体なんなんだろうね。何企画のスイーツなんだろう。新潟の劇場かな劇場に行くのかな新潟。新潟の劇場って結構遠いよね。 そう考えると新幹線になるのかな新潟まで行こうと思ったら一回総選挙新潟であったなんか一回だけ新潟に行った気がする総選挙で行った <laughs> 本人が覚えてないって言われたけど沖縄の前新潟 明日埼玉でコンサート。土曜日が新潟劇場。日曜日は新潟でイベントです。これ,もうこれは新潟県だわ <laughs>。しっかりと新潟県だわ <laughs>。忙しいな。めちゃめちゃ忙しいな、のりのさん。多忙だわ、これは。ああ新幹線で行かれましたかそうか、そうか。と、遠いよね。え、香川から新潟まで行こうと思ったら。 どうやっていくのが一番早いんだろう総選挙だよね先輩起きてきたおはよう <laughs> おはよう先輩だから「忙しい」って言ったじゃん本当に忙しかった <laughs> 本当に忙しかったじゃん他の新潟県え他の新潟県の結城さんとかは <laughs> その他新潟県の結城さんって新潟県だったっけ瀬戸内だったっけどこだっけ先輩おはよう早起きだね先輩これ朝朝だとしたら早起きだね2時20分起きだからね早いよ先輩二度寝できるんじゃないまだ あそうなんだ他の新潟県の皆さんは違うとこに行っちゃったんだってそうかそうかたまには武井さんのとこにも顔出してねって言っといて <laughs> 言っといてうわなんかすごい懐かしい握手会したくなってきた <laughs> 握手会したい あ、二度寝し始めてる。もう眠いんだろうね、先輩 <laughs>。ちょっと目覚めたけど、う寝る寝る寝る <laughs>。眠いんだよ、先輩。寝て、ゆっくり。明日もお忙しいだろうし。二度寝しよう。二度寝した方がいい。しようしよう、二度寝しよう。 今さっきペンライトがわーって出たけど誰が送ってくれたんだろうなんかね誰が送ってくれたかは出ないんだよねこれ何なんだろう誰かペンライト送ってくださった方いらっしゃいますかこの中にお客様の中にペンライトを送ってくださった方はいらっしゃいませんかお医者様かペンライト送ってくださった方がいらっしゃったら挙手をお願いします寝顔幸せそめみ幸せに寝てるよ 今寝てる時が一番幸せまでもあるよね「さらちゃん泣く試験何につける <laughs> 歌出す」<laughs>「サラランサラランニューシングル武井さらニューシングル「サラランサラランみんなを倒すよサーラーラン <laughs> こここれ永遠リピートで。 分間「さららんさららんみんなを倒すよさららん」これをこれ4分間ってきつくないこれこれほんと「みんなを倒すよさららん」なのほんとに「アワで披露させていただいたんです「キャメロンキャメロンさららんさららん」。 「キャメロンキャメロンならぬサラランサララン」をね披露させていただきましていや寝れないかもよこの歌では <laughs> この歌ではちょっと寝れないかもしんないよ、ね、寝つき悪いかもしんないこのこの歌で寝れるかーってなるかもしんないよ ありがとうございますホラー英語映画怖そうだね <laughs> 待って自分の名前ホラー映画に使われてるのちょっとやだわあこんばんはエ、えース誕生日だったね今日ハマドンさんありがとうハマンさんがずっと私の好きな食べ物を送ってくださってるありがとうモンブランとシュークリームハンバーグ ありがとうございます浜野さんレベオめですナイスレベオめ。ありがとう今日先輩泊まりに来てるんやが芙美子の足抱き枕に <laughs> どないなってる逆向いてる足足持ってるんやろどう,うどう寝てんのどんな寝方してんのよ。なんか。 今明日の配信時間ですっごい悩んでるんだけどとりあえず12時から12時半までの枠はするとしてもう1個の30分枠を朝の方がいいのかな朝に持っていけるように頑張るね <laughs> 土曜日朝何時から始まるんだろうとりあえず明日の日中に聞いといてもし追加があれば深夜枠追加ですっていうのでツイートしようと思うんだけど。 一旦明日の配信22時からと0時から0時半の配信にしてもう一個の枠の30分朝の方がもし人が来てもらえそうであるなら朝枠は消した方がいいかなどうなんだろう朝の方が来てもらえるんかなえっ足血止まってんのそれも 早急に先輩足の血がふみ子の血液がって言わないと血止まるでちょっと一旦保留で早めにツイートする方向性でいこうかなでも朝も来てもらえるのかなどうなんだろう なんかお休みの日だったらなんだかんだし朝より深夜の方が来てもらえるんじゃねえかなってちょっと思ってるところはあるんだよねみんなどう思う世間は3連休なのまあこの2日間だけなんだけどねあと土日でも2日間だけだからあれなんだけどどう思います朝と 深夜と朝起きる <laughs> お仕事の方とかだったらさお仕事の準備中とかお仕事の出勤中あの電車の中とかで見てくださる方とかもいらっしゃると思うんだけどどうなんだろうって休みの日逆に深夜の方がもしかしたらってところあるのかなってちょっと思ってる。 うん一回やってみて考えようか <laughs> 一回やってみようかでもね土日の朝恐ろしいことがさ「どこどこにお住みの皆さんおはようございます」「今日は何々日です」っていうさ放送が流れるのもうダイレクトダイレクト市町村を言われるっていうのがあるのだから朝できるだけ避けてるんだよねわかる <laughs> 平日はいけんねんね 土日流れるねん土日なんかいろいろ流れちゃうの田舎だからな,なぜなら竹井が住んでるとこ田舎なのここには流れるのでもそれがさここの通してさ全部行くじゃん <laughs> それが怖いんだよねちょっとリスキーなところはあるんだよね8時9時10時台 <laughs> 8時9時10時台で次その後 そそそうそう,そうゴみ収集車も来るのいろいろ来るの <laughs> 結構リスキーだよねそれはそれで朝できるのが一番だとは思うんだけど難しいねそこちょっと難しいねああ放送が怖いよねそうなのそういうのもあるんだよねだってもう武井さん朝起きとけて 朝頑張って起きなさいって言われたらどうせ起きれないから夕方寝て朝朝まで起きるっていうあれが取れるからさ全然朝はいけるんよ <laughs> 朝は全然大丈夫なんだよあの起きとくからずっとあれなんだけど音が怖いんだよね「ホットさんありがとうペンライトナイスペンライト <laughs> こと」ここの音を消すっていうのもできるんだけどそのあの 某ねあの先ほどから説明してる通り某お祭りの方の練習っていうのもあるからそれがねそこが始まるともうずっとミュートになっちゃうから1時間とかでは終わんないから「ありがとうホトさんペンライト」「ゼロポイントの人って連携できてない」シムなんか「SM なんちゃら」みたいですよねなんか電話番号を連携しないとのやつですよね。 そうだと思う。多分そうだと思う。電話番号みんなよかったら連携してね、ショールーム。ポイントにね、入らなくなっちゃうのよ。ありがとう、ホトさん。ナイスハート。流れ星。ありがとう、ホトさん。そう、にぎやかなとこなの。あの、うん、もうちょっとあんまり言うとあれだからあれなんだけど。もしよかったら、あの、皆さん、あの、 まだできてないよって方いらっしゃいましたらあの電話番号登録してくださいねショールームに <laughs> そしたらあのポイントが加算されていきますのでもしよろしければよろしくお願いいたしますワットさんありがとうブドウピョーネ <laughs> ナイスピョーネありがとうございます <laughs> じゃあちょっと一旦今日は終わろうかなと思います ランキング発表させていただきます。ゼロ九ゼロここで言わないのみんな電話番号ここで言わない。<laughs> いきます。十歳森健銀河さんです。ありがとうございました。十二パンヤメさんです。ありがとうございました。十一ピピさんです。ありがとうございました。十位 BPM さんです。ありがとうございました。九位デビアンさんです。ありがとうございました。 8位、ケイチさんです。ありがとうございました。7位、羊さんです。ありがとうございました。6位、サカッチさんです。ありがとうございました。5位、テッチャンです。ありがとうございました。4位、ヒトルさんです。ありがとうございました。3位、浜野さんです。ありがとうございました。 にホットさんです。ありがとうございました。そして1位はのりがさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。では一旦終わってちょっと。次は22時から明日のね。今日か <laughs> もう今日なんだけど、22時から配信したいと思います。ちょっとね。色々。 時期的なもの多分このイベントだけではあるんですけどそういうこういうあのイレギュラーな時間帯土日だけなんだけどねちょっと祝日挟んでるから3日間なんだけど土日だけではあるんだけどちょっとこの変な時間帯の配信になっちゃうんですけどすいません本当これに関してはもう本当に申し訳ないです本当にはいなので次は明日はね22時からととりあえず0時から0時半まで。 っていうのでツイートさせていただきます。よろしくお願いします。はい。ということで皆さんありがとうございました。夜遅くまで本当にありがとうね。また明日ね、おやすみなさい。ありがとうございました。明日からも頑張りましょう。ありがとうございました。おやすみなさい。